ブイグテレコムは、フランスの電気通信事業者。フランスの大手建設、メディアグループである、ブイグ参加の一社である。1994年にフランステレコム、SFR に次ぎ、フランスで3番目となる携帯電話事業者として、設立。1996年よりサービスを開始した。2002年には NTT ドコモと提携を結び、i モードサービスの提供を開始したが、 フランス国内における市場シェアは2006年末時点で約14%にとどまっており業界3位の座から抜け出せていない。2008年10月には BBOX のブランド名で主に ADSL を中心としたインターネットサービスプロバイダーサービスを開始した。BBOX は同サービスで使用されるセットトップボックスの名称でもあり同社では ADSL によるネット接続。 IP 電話、映像ストリーミングのトリプルプレイサービスの提供を売り文句としている。2005年から2010年にかけて、自転車ロードレースの UCI プロツアーに参戦するチーム、b b o x ブイグテレコムのスポンサーであった。同チームには2009年から新城ゆきやが所属していた。携帯電話市場の競争激化に伴い、買収対象としてしばしば名前が上がる。 2015年には SFR の親会社であるアルティスが約100億ユーロで同社を買収する提案を行ったが親会社のブイングはこれを拒否。2016年1月には今度はオレンジが同社を買収しようと交渉に入ったが同年4月に破断に終わった。2012年10月、誤って一計1721兆ユーロの利用料金請求書を利用者に送付し、 問い合わせを受けた、コールセンターも当初ミスを認めなかった。ありがとうございます。